はい、こんにちは、クラウノです。今回は久しぶりに、仲間たちチャンネルということで、経理の2人を呼んでるんですけど、まあ、今回決算が、ようやく閉まって終わって、まあ、いい形で終わって、まあ、黒字だったんですけど、まあ、その決算にの中でいろいろ大変なこととかを、まあ、ちょっとランキングで聞いていこうかなと思います。じゃあこちらに。はい、こんにちは。こんにちは。自己紹介左から、まあ、みんな知ってるだと思うけど、はい、佐々木です。増田平です。まあ、経理の2人を、招集させていただきました。でね、まあ、今回決算がようやく閉まりましたということ で、まあ、悪い結果じゃなかったんだけど、うん、まあ、でも2人すごい今回大変そうだったじゃん。なんか今回はね、手間がかかったというか、ちょっといろいろな意味で規模が大きくなったのかな。そうだから結構毎日ヒーヒー言ってたから、なんか死んだ魚みたいな目になってたからそう、9月10月は話しかけないでくれ、まあ、オーラがね。そうだからまあ今回そのまあ一般的に経理がその決算をするときに、まあ、大変だったことのランキングを3つぐらい上げてもらって、はい、うん、ちょっとご紹介したいなと。じゃあそんなわけで行ってみましょう。まあ3位から2位、はい、で番外編、番外編、番外編で1位っていう感じではい、じゃあ順番交互に話してくれるのかな。うん、はい。じゃあ3位どっち。はい、はい。じゃあ、ここが大変だったよ決算、はい、経理の目から見た、大変だった3選第3位、はい、お願いします。はい、第3位は為替レートに気をつけろです。あ、為替レートね。まあ、気をつけろって言いましたけど、それでもさ、一般的な経理ってうちのね、そうですね、事情というかね、ロッシュボボアのブランドで輸入をしていて、うん、あとエリアのオリジナルの家具を、そうだそうだ、パリに輸出していて、うん、でやり取りもいろいろある中で、まあ、子会社もある中で、それまで日本国内で作って国内で販売するっていうので十何年やってきたので、いわゆる為替レート1ドル何円とか1ユーロ何円っていうのはもう全く正直興味がなかったんですよ。私は関係なかったからね。関係なかったから。がところがですよ、まあ、毎日支払いをする中で、あ、今日1円悪いとか 0. 何年いいとか、いつが支払い時かっていう日々のこともそうだし、決算を締めた日の例とかその年の資産になったりするので、ちょっとね、毎日1ユーロいくらなのかっていうのをこう株式をやっているかのようにチェックしていると。まあまあまあ、レートのチェックをしてるってことだよね。そうです、そうです。だからその、輸入はさ、ロッシュボボアだし、はい、輸出はエリアのパリに対して輸出してるし、はい、もう行ってこいっていうか、まあ、どっちもやるからね、大変だよね。まあ、大変でもあり、どっちもあるから、良くても悪くても、うん、行ってこいじゃんっていう話はあるんですけど、やっぱりタイミングとか、まあ、ちょっと決算っていうより毎日の運営の話もですけど、うん、ちょっとそこに気を使って仕事をしています。なるほどです。じゃあ第2位。はい、じゃあ第2位は棚卸しデータのチェックが大変です。ああ、まあでもそれは昔から。そうですね。あとどこの会社もきっと、ま、それぞれのね、悩みってあると思うんですけど、うん、まあ、特にエリア、こっちはエリアの方の棚卸しが結構毎年大変で、まあ、各店の、まあ、担当の皆さんにこう1回棚卸しをそれぞれ店舗でしもらったものを経理の方に集めてもらって、まあ、チェックをしていくんですけど、やっぱりエリアの商品ってもうオーダーの商品が基本になってくるので、うん、そうなんだよね。まあ、なんか不明なものもいっぱいあり、うん、大変ですよね。なんかチェックが一目っていうか、その記載一つでは何なのかがよく私たちですらはっきりは分からない、ね、図面がついてるわけでもないんで、
まあプロパーのね商品だったらね、はい、この椅子は、これでいくらでこうで30台でとかって言うけど、一個一個お客さんによってうちの商品違うから全部、はい、でいろんなやっぱり、まあ、工房さんもやり取りさせてもらってるので、まあ、本当にこういわゆるだって原価というか、うん、もう原価を出すのも大変ですし、そうそうそう、でオーダーなんで、まあ、制作の期間もかなり長くなってくるので、その、まあ、決算の月をまたいでたりすると、その仕掛かり品っていうんですか、うんうん、はい、途中制作途中のものとかもやっぱりその棚卸に関係してきたりするので、そういうのをもう全部でも漏れないようにやっぱりチェックしないと、棚卸 の, あの金額がやっぱり企業の大切な、まあ、資産になるので、まあ、その資産を1円たりともやっぱり逃すまいと思ってですね、かなりこう入念にチェックをしていると、もう本当になんか全部がまあ資産に見えてくるっていうの現象も起きてきます。そうなんだよ、だから結局さ、あの俺らさ、あのなんだっけ、創業者の人たちってもう自分のなんかある種お金で買い揃えて商売始めるから、もうなんかそれをなんか適当になんか捨てられたりとかするとダメダメ、あれはちょっと待ってっていう話になるわけ。資産あれお金と一緒だからってみんなに言い過ぎた結果ね。クリアファイル1個にしたってこと。そうそうそう、文房具も全部棚卸しの消耗品も入れようっていうことですよ。そうそう、だからやっぱあのね、でもやっぱりみんなにそういう意識は持ってもらいたいなと思う、まあ、そうですね。でも皆さんすごく頑張ってもらっていて、本当に文房具からあの細かいのも全部入れてはくれています。え、うち文房具出してる？出してます。新品に限るなんですよ。さすがにもう何年も使ってるようなのはもちろん入れないですけど、空いてないのはほら金額がはっきりしてるから、なるほどね、いい計上しようと。クリアファイル100枚セットボックスみたいなものはちゃんと資産であげてると。いや、やった方がいいって。あの割とそこら辺めんどくさいから適当な処理してるところ多いと思うけど、うちはその辺ちゃんとやってる。そうだから、それ開けないでこっちでいいんじゃないみたいな話はちょいちょい言うけどね。わかりました。なんかすごいなんか真面目な回になってて、まあいいと思います、真面目な回。なんでじゃあ1位お願いします。あ、番外編だ、番外 編、先番外編いきますか。じゃあ番外編は決算後にまあ、銀行員の方がいっぱいいらっしゃってくれるです。あ、わらわらと普段来ないようなね、あのそうですね、大きなとこから小さなとこまでね、まあ、はい、でメインバンクは普通にどうでしたって言ってくるじゃん。もちろんメインバンクは報告する義務もあるので、東京三菱ね、はい、UFJ、あのいつも通りなんですけど、あんまり取引のないところとか、だいぶ疎遠のところとかまあ、いろいろどうですかっていう、あの、ね、お電話いただいたり、はい、まあ、結構やっぱり皆さん決算の状況は気になっている。でもそれはね、各校やっぱりそれも営業だからね、うん、だしある意味ね、あの期待していただいてて貸せるんじゃないかっていう思いで来ていただいてるんで、嬉しい、ありがたい、ありがたい話ではあるんですけど、急にねすり寄ってくるみたいなのが怖いっていうね。まあまあそういうの含めて、あの人気があるっていうところでいいんじゃないでしょうかね。まあ嬉しいですよね。だって俺たちさ、最初さ、あの会社始めた頃なんてさ、銀行なんてはみたいな話じゃん。もう帰ってくださいですよね。どこのどなたさんでしょうかみたいな、はい、お帰りこちらですみたいな、そんな感じですね。そこに比べたらなんかもうすごい真逆の素晴らしい世界だと思う。贅沢な話だよ、銀行さんが来てくれる。ありがとうございます。ありがとうございます。いつでもお待ちしてます。身も知らないところもお待ちしてます。じゃあ、最後1位。はい、じゃあ1位は私からいきます。はい、上半期と下半期と数字が違いすぎて怖いです。ああ、それは本当うちならではってことでしょ。うちならではですね、これね。つまりこういうことなんですよ。あ、いや、説明します。いや、いいですね。うちの決算って8月で、はい、9月がスタート、新規スタートなんで、機種、ね、なんで、はい、なんかね、9月から2月の半年間が売り上げが結構悪くて、そうなんです。3月から8月にすごい上がってくるんだよね。もう毎年そう、ずっとそうなんですけど、なぜかもう特に9月から10月12月まではちょっとどうしようかなっていうぐらい
良くないと。いや本当だ、これってさ、だからうちのさ営業のみんながさ最初の半年間はさ割と流してて最後の半年間でやばいってやるっていうよりは、うん、これ違うと思います。違うんだよねきっとね、うん、多分9月からまあそれぞれの会社さんによって期の始まる月はみんなそれぞれ違うんだけど、多分9から2っていうのが日本の家具屋さんみんなそんなに良くないんじゃないかなと思ったりする。そうなのかな。でもやっぱほら3月ぐらいからその引っ越しシーズン入ってきたり4月に、うん、かかって、うん、とかやっぱ盛り上がってくるけど、でもあれだね、4月の入居予定なんてもう下手するとその前の年ぐらいからやってるもんね、うん、うちね煮詰めてる、うん、ちょっとその辺分かんない、分かんないですね。まあ年末の引っ越しもとかね、新しい家具新調したい人も多いと思うんですけど、まあなぜかまあ4月もそうですけど6、7、8の追い上げが半端ないんですよそう結局さ売り上げがさ半年間にさ寄ってくるすごいよねここ私たちはそこまで今年は大丈夫なんだろうかっていうドキドキで話をしてて、ね、経理もだから結局何、経理の作業っていうのも忙しい方が忙しくなるわけ、売り上げ立つ方が忙しくなる、そんなに変わんないよね。なんか変わんない、うん、結局金額がいっぱい入ったりいっぱい出ていても、請求書の枚数とか入金の回、まあ、入金の回数がちょっと増える。でも請求書の枚数多くなるじゃん。でも同じところにほらたくさん頼んでることも多いからさ。あ、まあまあ、でも行数は増えるよね。行数は増えますよ。チェックする項目もね。チェックする項目。うん、まあいつもジェットコースターのような。そうだからいつもじゃんって思えばいいんだろうけど、なかなか。壊せると思えないんだよ ね。なぜだか、まあ、正確なのかもしれないですけど今回こそダメだったらどうしよう、じゃあなんか手を打たなきゃみたいな気持ちにはなりますよね、うん、でもさ昔と違ってやっぱりさ内部留保も大きくなってきたしさ、多少はね、うん、多少はだからなんかいきなり吹っ飛ぶみたいなことはもうそうそう考えられないし、だけどまあでもそれでもやっぱり昔のだから記憶なんじゃないかな、怖いんだよねとにかく体が恐怖を覚えてる、恐怖を覚えてる本当にお金のない時期の恐怖をまだ体が覚えてるんだよ、はい、そうですね、それもあると思います。でもそのぐらい臆病な方が、経理が臆病になってもらってる方がいいんじゃないかなと思う、うん、臆病になってみんなにこういろいろお願いすることも増えますけど、そう2人がさ臆病でいてさ本当に焦った顔してるとさやばいんじゃないって営業もやっぱり、そう、それはあると思いますよ、ね、大丈夫ですかって言われたりします、やばいって思い始めるからね、うん、うちのあるあるだよ。でもそれ、うん、もうすごくいいことだと思います。ピリピリするとね結構やばいって言いますしね、うん、もうなんとかしてくださいぐらいね、やばいですよって、やばいって大丈夫ですかって、あ大丈夫ですかこれ見ててうちの社員言ってても大丈夫じゃなってならなきゃいいけどまあそんなことで、まあ2人ね、はい、本当決算のまとめお疲れ様でした。まあおかげさまでいい決算、まあまあ、まあ、みんなの結果をまとめただけなので うちの会社のみんなの1年の評価がこれで出るということになります、うん、まあ良かったですということで、はい、今回は経理の2人に経理の今朝の、はい、報告かな、報告とちょっとなかなか難しいところっていうのを参戦挙げてもらいました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。